令和3年、JA 共済全国小中学生書道コンクール、半紙の部、中学2年生の課題、地域連携を楷書体で書きたいと思います。と、4文字の作品なので、半紙を4等分に折っておきます。 はいえー、では、ポイント説明の方をしていきたいと思います。はあ、これ、えー、中学2年生の、えー、課題ということなんですが、かなりあの <laughs> 難しいです。はい、ということ縦、えー、線を引いておきます。というのは、えー、画数が多いのもありますが、こう 編と作りがあるわけですね。で、その編と作りの、えー、線の間と間にどういうふうに入れてあげるか、こう組み立て方ですね。字の組み方、あの組み立て方っていうのがすごく問われる作品課題になっているので、えー、うまくあの練習を重ねて本当によしって言って書いて。 うまくできた時の達成感っていうのはかなり、えー、高いものがあると思うので練習の仕事体はかなりあるんではないかなと思います。はい。っていうのがまず、あの、ちょっと今書かせていただいた感想です。はい。では、ちょっと、えー、ポイント説明の方をしていきたいと思います。地ですね。えー、この地という字は、えー、鉛筆とかで書くと 外形というのがここが見せ場なのでここよりも長く書いてあげるという見せ場になるので横に長い四角の字なんですねこれをこの縦長のこの中に入れるのでこの横長のままこのままのを素直にあこあの素直に守ってこのまま入れてしまうと他の3つの字とのバランスが えー、この半紙の1枚の中の作品としてはちょっと、えー、アンバランスになってしまうのでその時はもう、えー、ケースバイケースでこの中に、えー、横長ではないけどもちょっと縦長にはなるけども、えー、どういうふうに入れてあげるかっていうのが、えー、ポイントになる字かなというふうに思いましたあとこの全体的にそうなんですが、えー、縦角があの必ずどの字にもありますので。 縦すすごく大事だなっていいう,うに思います、えー、やはり半紙、ね、四角でもちろんここまっすぐなのでこれに対してまっすぐと引いてあげるだけで、えー、他のところが万が一ちょっとうまくいかないところがあったとしても縦角がまっすぐ引けていることでとてもあの安定のしたすて、えー、な作品になるんじゃないかなと思います。なのでで縦すすごく大事ですね はい。で、この字、えー、土辺があって、えー、右側があるわけなんですが、えー、こちらを伸び伸びと書いてあげたいですね。こう来て、ここ、やっぱりここをね、ぐーっとこう見せてあげたい。ということは、えー、この土辺をちょっとこう、縦長に、すっきりと、コンパクトに、え書、ー、いてあげると、右を書くスペース、取ってあげられるので、えー、いいのではないかなと思います。なので、この、えー、横線、 1> 1画目のの横線の長さがあの大事ですねこれ長く描いてしまうとそれに合わせて筒円描いてしまうので場所を取ってしまうとここ、えー、描くスペースがなくなってここがね見せ場がちょっと窮屈なあの羽になってしまうので突然ちょっとあのすっきりと縦長に描いてあげるというのをやってあげましょう。ですね。あとこれはまっすぐ引いてあげるまっすぐ引いてあげるですね。 でここは、えー、この土のこのこ一角目の下あたりからぐっとポンと入れてここ少し右上がりここも少し右上がりですねこういうふうに描いてあげると少し右上がり気味に描いてあげるとかっこいい地という字になるかなと思いますこれ全部、えー、よまっすぐ横で描いてしまうと、えー、筆使いすっかりできてたとしても、えー、あと腕もよく動いてたとしても仕上がった時中学2年生の課題なので と幼く見えてしまうのがもったいないので少し気持ち右上がりで描くというのをやってあげるといいかなと思いますあとここですねここ跳ねる、えー、上に跳ねるときここのカーブよーく見てあげてください、えー、こっから描きますねこっからでこう来てこう来てこのまままっすぐの状態で押さえてごめんなさい上に払うのではなく 少し最後、押さえるとき上に上がります。これをやってあげることで、ちょっとこう、えー、表情がある。あの、ちょっとこう、なんていうのかな。うん、あのー、こう流れに乗った、リズムに乗っている、こう、選出というのが出せるかなと思うので、えーここ、最後のここ、大事かなと思います。こう来て、 まっすぐまっすぐまっすぐ来るけど最後ちょっとクイッと少し上に上げてあげてからあちょっと今ブレてしまいましたすみません上に跳ねてあげるここですねここ大事かなと思いますまっすぐではないです、ね、少し空いてますねここねここ空いてますこういう跳ね方をしてあげましょうここの押さえ方気をつけましょうはい手継ぎ息これも土編ですねこれも縦角ここがまっすぐと いくように書きましょう少し右上がりここまっすぐですねで押さえて上にずっとゆっくりと払ってあげますなのでこの土円もすっきりとちょっと縦長に収めてあげますそうすることで右側がのったりと書いてあげることができますやっぱりえこの息はこうきてここが見せ場になりますのでここを出してあげるためにはここ、えー、細長くね書いてあげましょう ですここすね。ね。ここここととは平行にいいいてあげるといいで,す、ねでえー、真四角の、えー、正方形の真四角の、えー、口を書いてしまうとここと、まあ、ぶつかることはぶつかるんですがちょっと、あのー、横に長いということは場所を取ってしまうのでここをちょっと遠慮気味に書いてしまうかもしれないのでほんの気持ちほんの気持ちだけちょっと縦長にあまりこう窮屈になり,なりすぎないで。 やりすぎにならないようにしましょうね。何でもあのあまりにもこうあのやりすぎになるとちょっと極端になってしまうので、少し縦長、ほんの少し縦長という気持ちで口を描いてあげましょう。で、こっちは口はここと。ここが少し出ます。で押さえて上にスーッと払います。これもシュッと。えー、跳ねることを離ることはできますが、ゆっくり丁寧に払ってあげます。で、この高い位置、えー、この幅のちょうど真ん中が。 この辺になりますかで、えー、この縦線の上から上に押さえてぐーっと腕をぐっと引っ張ってて持ってってあげたいですね同じ太さではないですねぐっと、えー、押さえて押さえてちょっと細くなっててやったまた太くするこれはご自身のリズムありますもう恐る,恐る恐る恐るす恐る書くのではなくて最初のうちはこうそる遅く 恐る恐る書くかもしれません。もうそれがもう通り越してきたらもうご自分のリズムでぐーって気持ちいい線を書いてあげましょう。で上に向かって払います。でポンと押さえてぐーっと持ってってあげて点は高い位置っていうのを書いてあげましょう。で右の方が大きいですね、辺よりも。 なので、ここよりもここの方が、えー、だいぶ上ですね。上の位置から来ます。で、土辺のここ、ここも、ここと比べると空いてますね。ここよりもぐっと下の方で、かっこいい、そり、描いてあげましょう。はい、次、レンですね。で、車という字、小さな、えー、小さく書くわけですが、そうなっても、横線、縦線、しっかりと、丁寧に押さえてあげましょう。さっさ ささささっとかけてしまいますが、ちゃんと押さえて、一線一線丁寧に丁寧に心を込めて丁寧に丁寧に引っ張ってあげましょう。で、やはりここも縦線があります。まっすぐ引いてあげましょう。まっすぐ引いてあげます。で、針、えー、用ですね。点入れてここ開けますね。押さえて押さえてこうきます。で、ここは押さえたら上に上がります。 でぐーっと押さえてあげて、ここ開きますね。ここよりも下がる位置までぐっと持ってってあげて、右にスッと払ってあげる。ここ気持ちよーくね、ここ気持ちよく決めてあげましょう。で、あとここはね、あの余白の部分ほぼ同じ感覚で開けてあげるといいですね。こういう点節もしっかりと押さえてあげましょう。そうですね。しっかりと押さえてあげましょう。 はい、K、これ、ほんと、バランス取りづらいですね。<laughs> そうですね。んーとこれも、手、え、編、ー。武士はやはり、えー、縦長に入れてあげましょうで。右側をね、画数が多いですね。ここ、えー、いい感じで入れてあげたいですね。で、えー、この位置は、ここよりも高い位置ですね。で、ここの終わりも、ここよりも低い位置、ここ空いてますね。 で、手辺は、こうきて、こうきて、ここ、ここの角度、えー、ほぼ90度ぐらいの角度で、跳ねてあげましょう。上に払うのではないですね。ここの跳ねる方向、気をつけてあげましょう。で、ここ、高い位置から。で、縦書いて、こうきて、横。縦、横、横、横。なので、この線の間隔ね、大事ですね。ほぼ同じような間隔で、同じぐらいの間隔で、開けてあげます。で、ここ、少し出ますね。ここ、出ないで、ピタッ。 とくっつけるのではなく少しししてあげましょうでこここここここはは書書書書きききき順はここを書いてから最後ここを一角ででででままます一筆で書きます一筆で書きます筆筆ういってこの左払いも、えー、この辺木量がついてます押さえて短い左払いですがしっかりと最後までゆっくりと払ってあげますでこうきてここ,こことここが平行になると余白の部分がきれいに開くかなと思いますこう来たのが 押さえて少し短いですね少し中に入れますでまた押さえてこことここ平行ぐらいがいいのかないいかなと思いますで押さえてここをグッと中に入れてあげます入れて跳ねますねでこの部分は明るく出してあげたいので跳ねる方向を気をつけましょう上に跳ねるのではないですね明るく開けてあげるという気持ちで跳ねてあげましょうで作品は、えー、下のも2文字 えー、息と経緯、えー、ここ同じぐらいの位置で揃えて終わるようにしてあげると、えー、バランスのいい作品になるかなと思います。でこれ中学2年生の、えー、会所体なのでそうですねここに「2を入れてここに「ねん」ですかね。年で空いてるところに、えー、名前を書きましょうか。 小筆になっても押さえるところはしっかり押さえ、払うところは払う。丁寧に丁寧に書きましょう。大筆で書いているときと同じ筆使いです。で、2年で、えー、名前は、えー、そうですね。1, 2 3、3、えー。何文字の名前になるかにもよりますが、えー、ここに2つ入りますね。 で、ここにも入りますね。なので、ご自身が書いた地域連携という作品に対して、どこに学年を入れて、どこに名前を入れるといいかなっていうのは、ちょっと考えましょう。考えて、あ、ここがいいなというところがを決めたら、大丈夫かな、線にぶつからないかなっていう確認をよくして、えー、決めたら、そこに丁寧に丁寧に、一文字一文字、丁寧に丁寧に書いてあげましょう。で、あと、信用ですね。あのー、ここに学年を書きたいので、 やはりこの「辺はらいが」をたくさんは羽、ねね、こうきてたくさんこの羽が見えてしまうとここに行きたいのでこうつい跳ねてしまいますがこの線できるだけちょっとあまり跳ねるのを出さないようにちょっとこの場合は意識した方がいいかなと思います。もしこれを長く出してしまうとここは良い具合で相手はいるんですが2年の「年をここに入れたいんですが この線が長くあることで、えー、うまく念が入らないですね。ここぶつかってしまって、なので、えー、に念になってしまう可能性もありますので、ここにやっぱりこの作品の場合だと念入れてあげるといいのかなと思うので、この羽あまり羽根すぎないように、えー、気をつけてあげた方がいいかなと思いました。あとここ心臓のとこはここ少し右上がりですね。こうきて右に上がって押さえてですね。 はい、えー、地域連携、これ本当、あの、かなり手応え、あの、書き応えのある、難しい課題かと思います。なので、えー、たくさん練習をして、バランスですね、上下のバランス、左右のバランス、あと、筆の先をどう使うか、あとは最初に申し上げたように、縦線。縦線がどの字にも全部入ってますので、 縦線はまっすぐ引いてあげるこれを意識するだけでも随分作品としてはグッと良くなるかなと思います。あとは左右のバランスとかですね腕を動かして一筆一筆一線一線丁寧に書いて全体を見るんですが一文字一文字はしっかり、えー、しっかり書けるとは思うんですがただバランスとなると一文字一文字は素晴らしい切り取ると素晴らしい作品なのに4つにするとあれっていう。 ことありますねそれはもうただバランスの問題になるので一文字と文字をは大事ですが全体を見ながらよくねあのー、木を見て森を見ずとかっていう言葉もありますが、えー、字が一文字進むごとにあこの辺で大丈夫かなあこの辺でバランス取れるかな大丈夫かなあこの辺から入れるとうまくいくかなっていうのは全体を見ながら、えー、筆を入れてあのー 腕を進めていってあげるとバランスがいい字にはあの作品にはなるかなと思います。あとはもう書き込んでいって太いところ細いところ強弱を上手に出してあげる、えー、使ってあげるっていうのはすごく大事になりますね。 ただあと画数が多いからといって筆を墨を少なくしてしまうとちょっとあのやはりあの作品としては物足りないものになってしまうので墨はたっぷりつけるまず墨はたっぷりつけるけどそれからあの少し取ってあげてあの調節してあげるというあの線の太さをにしてあげた方がいいかなと思います。あまりギスギススとした細い線ではなく怖がらずに 墨やたっぷりつけて、えー、太い線で太いところ細いところこう強弱をつけた、えー、解釈で書いてあげるといいかなと思います。あとあの練習していってちょっとあのどうなんだろうって自分一人でやっててちょっと迷った時は例えばあの誰かに第三者に見てもらうっていうのはすごく大事なことかもしれないですね。自分はずっと書いてるのでなんかもう 書き続けているんだけど、なんか、あれ、うまくいかないよな、なんだろうな、わかんないなっていう時も出てくると思うんです。その時は第三者の人に見てもらうことで、あの、率直な意見を言ってくれることが多いと思うので、そうすると、あ、そうか、そこがこうだったんだなっていうふうに気づくこともできるので、それも大事なことかなと思ったりもします。本当に練習の仕事へのある、あの、課題なので、うまくいった時、 あと自分が気持ちよく書けたっていうとき、本当に嬉しいという気持ちがすごく倍の倍の倍になると思うので、ぜひ頑張って書いていただけたらなと思います。はい、えー、次回はこちらの行書体を書いていきたいと思います。